はい、皆さんこんにちは。今回こちらにね、仮面ライダーの武器をね並べました。今回やるのは好きな仮面ライダー武器ランキングトップ5をねやっていきますよ。はい、それではまず第5位ですね。第5位はこちらですね、オーインバスター50ですね。こちらは仮面ライダーリバイスに出てくる武器でしたよね。オーインバスターということで、こちらにね、印鑑、刃をね、押して攻撃したりとかね、そういう形になってますよね。で、基本的な形状としては2モードで、ここを持つと、斧モードになりますね。そして、持ち替えて、銃モードですね。では、銃モードからいきますよ。これでね、銃撃音ですね。で、斧モードは、こちらに持ち替えて、ここのトリガーで、斬撃音になります。で、必殺技ですけれども、必殺はこちらのね、押印スタンプが取り外せるようになっていますので、ここのスタンプで、ここで押印すると、必殺技耐久音声が鳴ります。この状態で、ここのトリガーを押していきますよ。オーイングスラッシュですね。で、ここの、オーインされたね、ここの文様ね、ここを、よいしょ、こうすることでね、リセットされます。じゃ、銃モードも必殺技いきますよ。銃モードもね、こっち向きですね。オーインストライクでしたね。そしてもう一つ必殺技としては、バイスタンプですね。バイスタンプを使うことで、こちらのバイスタンプと連動した必殺技ができます。では行きますよ。まずこちら、リセットして、まあ、スタンプね、ちょっと手元にあったのカンガルーだったので、こちらでやっていきますよ。カンガルーを応援していきます。よいしょ。そして、ここに、スタンプセット。ギュンギュン、ここでトリガーを押していきます。カンガルースタンピングストライクでしたね。炎でもやっていきますよ。あれ？あ、で押します。いいですね。こういったバイスタンプとの連動した必殺技もあります。そしてさらに面白いのがこちらですよね。こちらの後に発売されたね、オストデルハンマー50なんですけれども、こちらと合体することで結構大きなね、剣になるんですよね。これが結構かっこいいくて楽しい。では早速合体していきますよ。まずこちら、リセットさせていきます。で、オストデルハンマーは変形をしていきます。よいしょ。で、ここからさらに剣部分を出して、この状態から合体していきます。この動きですね。いきますよ。よいしょ。リバイスラッシャー。いいですね。まあ、当時ね、こちらの色がね、ちょっとピカチンキットに似てるってことでね、まあ、ピカチンキットなんて言われていましたけれどもね。でも、やっぱりこう大きくなるっていうのはいいですね。じゃ、この状態で攻撃いきますよ。でね、斬撃音ですね。そして必殺技もいきます。こちらを、よいしょ。待機要請変わりましたね。いきます。リバイバイスラッシュ、いいですね。はい、というわけでね、第5位はオーインバスター50でした。はい、続きまして第4位ですね。第4位はこちらですね。時間切れ度ですね。時間切れ度は仮面ライダージオウに出てくる武器でしたよね。で、こちらもね、2モードになるんですけれども、こちらも分かりますよね。銃って書いてありますよね。そして、変形すると、剣になります。剣モードと、銃モードですね。この、名前がね、ここにちゃんと、剣と銃と出るのもね、面白いですよね。では、電源入れていきますよ。時間切れ度。まあ、これ今、銃モードなんでね、銃撃音が、出ますね。で、必殺技もいきますよ。ヒットリガーします。
スレスレ打ちですね。そしてライドウォッチをねセットしたね、ライドウォッチと連動した必殺技もありますよ。よいしょ。おー、いいですね。では今度剣モードいきますですね。斬撃音、そしてタイムチェンジ5 4 3 2 1、0タイム、ギリギリギリ。ギリギリギリでしたね。さらにウォッチとの連動、おーいですね。そしてねこちらもすごいのがこのね最強ギレードと合体することができるんですよね。では早速ちょっと合体していきますよ。よし。でこれをここですね、ここで合体させていきます。よいしょ、 OK、 できた。でかい、これで最強時間ギレードになりました。やっぱりでかいのはいいですよね。では最強時間ギレードでの必殺技いきますよ。よいしょ。いやー、いいですね。キングギリギリスラッシュ、めちゃくちゃかっこいい、持ちごたえがあっていいですね。はい、というわけでね、第4位は時間ギレードでした。はい、続きまして第3位ですね。第3位はこちらですね、ガブガブレード&ゴッチスピーダーですね。まあ、こちらね今やってるね放送している仮面ライダーガブに出てくる武器ですよね。もうゴチゾウがとにかく可愛いんですよね。まあ、先ほどまでの武器と違って、まあ、モードチェンジとかはないんですけれども、まあ、ゴチゾウをね個別認識したり、あとねこのスピーダーで発射するっていうのがね、これが面白いですよね。では電源入れていきますよ。あ、いいですね。ではトリガーを押していきます。いいですね、この4種類の音声が出ますね。そして必殺技、おー派手だな、いいな。では今度はねこちらゴチスピーダーを使ったゴチゾウ発射必殺技いきますよ。ではまず発射台を下げますよ。そしてよいしょ、スピーダーをね、あーボタン押しちゃった、スピーダーをセット、この状態で、ね、ゴチゾウ押していきます。プッシュミープッシュミーいってますね。これで誰が押すと、ごちそうをね、個別認識して喋りますね。じゃあ発射いきます。ここボタン押して発射ですね。いきます。発射！面白いな。まあ、せっかくなのでね、別のごちそうでもやっていきますよ。ラムネいきます。よし。よいしょ。ラムネラムネいいですね。いきます、発射。面白い。まあ今のところギミックとしてはね、こういった形でまあご地蔵をね個別認識するのがいいですよね。まあ、もしかしたら後に出てくる他の武器とねまた合体したりとか、そんなこともねあるかもしれないですけれどもね。というわけで第3位はガブガブレード&ゴチスピーダーでした。はい、続きまして第2位ですね。第2位はこちらですね、マグナムシューター 40X ですね。マグナムシューター 40X は仮面ライダーギーツに出てくる武器でしたよね。で形状としては2モードで、こちらがハンドガンモード、そしてよいしょ、ライフルモードと2モードありますね。ではちょっと一度ハンドガンモードに戻して電源入れていきますよ。
マグナムシューター 40X かっこいい、いいですね。じゃあトリガーをしていきますよ。銃撃音ですね。必殺技はこちら一度引きます。おー、いいですね。ではライフルモードと通常攻撃と、かっこいい。でこちらのすごいところが、さらにねここでねレーズバックルをね相当数認識するんですよね。これがすごい。では早速ねこちらウォーターのねレーズバックル使っていきますよ。おー、ウォーター言いましたね。ウォータータクティカルブラストでしたね。ちなみにハンドガンモードでもねやると、必殺技音声変わりましたよね。そしてこれデカバックルでもね認識するんですよね。よいしょ、マグナム、のーかっこいい。しまったしまった、また押しちゃった。でハンドガンモードにして、まあ、銃撃音声としてはね変わらないですけれども、マグナムっていう形でねちゃんと個別認識してましたよね。あ、こちら個別認識する上にモードチェンジもあるっていうのはねすごいですよね。というわけで第2話マグナムシューター 40X でした。はい、それでは第1位ですね。第1位はこちらですね、ガンガンセイバーですね。こちら仮面ライダーゴーストに出てくるもう武器でね、4モードにも変形するんですよね。これがすごい。4モード変形はさすがにね他にはないんですけれども、やっぱり4モード変形はすごいですよね。じゃあ早速電源、ガンガンセイバーで、これがね、まあ、いわゆる剣モードですね。でモードをねじゃあ一つずつ変えていきますよ。では次は、よいしょ、ここを向きを変えて銃モードですね。いいですね。そしてもう一度外します。ここだ、よいしょ。そしてこちらで一つの剣にすると、これがね今度は二刀流モードですね。でさらに、よいしょ、これをね反対側ですね、ここに、よいしょ、つけることでなぎなたモード、かっこいい。それぞれねトリガーを押した時の音声が変わるんですよね。そして必殺技ですね。必殺技ですけれども、ここのねここにアイコンがあるんですけども、ここの部分とこのゴーストドライバーのこの瞳の部分、ここをね合わせます。そうすることでアイコンタクトって必殺技が発動します。ここでトリガーしますよ。いいですね。これがなぎなたモードの必殺技ですね。で今度は二刀流モードの必殺技いきます。いいですね。では今度は、よいしょ、銃モードの必殺技いきますよ。いきます。オメガシュート。では最後が剣モードの必殺技ですね。いきますよ。大海岸、ガンガンオメガブレイク、
がブレイク。これ相当楽しいですね。やっぱりこれだけでも十分楽しいんですけれども、さらにねこのゴーストガジェットシリーズですね、これバットクロックなんですけれども、まあ、他にもね種類があるんですが、こういったものとね合体もするんですよね。これもすごい。じゃあ一つだけねちょっとこのバットクロックでね合体していきますよ。これ自体は、まあ、ここでねよいしょコウモリになるのと、まあ、クロックになって銃に、よいしょ今度銃になりますね。でさらによいしょ、まあ、銃モードにしておきますよ。よいしょ、この状態でここで合体します。めちゃくちゃでかいライフルですね。すごい。そして必殺技ガンガンな。いやーすごい。合体したらさらにでかくてね持ちごたえありますね。さらに必殺技じゃなくても普通のね通常攻撃も音声が変わるっていうのもすごいですよね。いやーやっぱりすごいですね。というわけで第1話ガンガンセイバーでした。はい、いかがだったでしょうか。今回はね仮面ライダーの武器ランキングやっていきました。まあ、かなりね古いんですけどもね、ガンガンセイバー未だにこれねすごく楽しいなって思ってますね。これを超える武器が出てきてほしい。まだねこちらの方もね今後の展開次第ではねランキング上がってくると思いますんでね、楽しみにしていたいと思います。じゃあ次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録やグッドボタンもぜひよろしくお願いします。